ちらのビデオの方でいろいろつくだ煮の製造工程をですねご覧いただいてからまたバイトの方でいろいろご試食もご準備させていただいておりますのでつくだ煮を実際にお味見いただけたらと思います。それではビデオの方まずご覧ください。すごい社会が描いた大石先生と12人の生徒たちの心温まる物語、24の人々、モデルとなった2歳の文教者が今も田所らの結婚に対して見ておきましたね。そして遠く文禄時代から始まった醤油産業、今も小豆島の大きな産業の一つです。島特産の醤油の旨味を生かし、宝食品の佃煮は美しい小豆島の自然の中で近代的な設備によって作られています。それでは宝食品の佃煮ができるまでをご紹介いたしましょう。全国から直送された原料は下ごしらえから始まります。海苔はまずエアーで水洗いされ、水で流しながらゴミ、石などの不純物を取り除きます。選別された海苔は釜の中へ、熱が均等に加えられるように攪拌しながら煮込みます。製品の良し悪しはこの煮込み工程になります。煮込み時間は季節によっても左右されるので、このように屈折計で何回か濃度を測り煮込み具合がチェックされます。煮込み上がった海苔は充填機へ。全自動で洗浄されていきます。カップ容器はラインによって計量を充填され、自動的にキャップが閉められます。金属感知器によって金属製の異物の有無をチェックし、蒸気殺菌工程が入っていきます。そして約40分間殺菌された後冷却されます。殺菌が終わると次々にラベルが貼られます。さらにキャップの上から熱シールによって密閉され、カップ容器の製品が出来上がります。その他袋詰めもミニサイズから業務用まで全自動で衛生的に製品化されていきます。昆布は原料を角切りや細切りサイズなど製品によって切り揃えられます。異物を取り除き、さらに古い木で大きさを揃えます。そして十分に水洗いされ、煮込み工程に進みます。貝類は一度ボイルして冷却されます。そして水洗いされ、煮込み工程に移ります。
ワカメは高速裁断機によって比較の寸法に裁断されます。そしてエアーで徐々に塩抜きされます。下ごしらえされたワカメ、昆布、貝類は材料の特性を失わないようにいろいろな方法で煮込まれます。その一つの煮込み方法に真空釜があります。醤油をはじめ砂糖、水飴などさまざまな調味料が加えられます。この真空釜は低温で沸騰させることができるので、素材の特徴、歯ごたえ、自然の風味を損なわないように、また衛生的に品質の均一な製品を作ることができます。